さあトンの1曲は魚谷の2004戦での開局、トンの2曲、その魚谷がまたしても先制リーチとなりました。ここに関数マン、魚谷のリーチの現物待ちの3色で転敗していた太郎、シーソーを掴んでしまい、これが宝珠になります。リーチピンフドラ、裏ドラ1枚が1万2000、あまりにも大きな1万2000。大輔さん、これで魚谷2局で2万点加点、はい、一気に行くかなと思わせましたよ ね、 そうですね。ただただ周りはそうさせてくれませんでした。3局飛ばして今度4局1本場です。太郎の親と変わっています。3チーマン残りはマッチが1枚、魚谷追っかけリーチのイースーソ、これも1枚。1対1のめくり合いを制したのが4番手の太郎。リーチズも白ドラ1 4100ホールのつも上がりで、これで横一線でしたね、はい。まあ、この時はね、太郎さん復活という感じがしたんですけどね。そうなんです。次局も岡田太郎の2人転敗で流局し、まだまだ攻めたい太郎ですが、トンの4局3本場はルミの先制リーチペータンキー。これね、太郎も自敗待ちがどうやら見切っていたようなんですが、順目深く最低でのつも上がり、リーチつも最低チートイ赤3600はルミの上がりです。さあここから岡田が突如覚醒します。まずは何の1局、親番での先制リーチパーソー一発も、これでまずは4000オールリーチ一発スモトン。ここからいきなり来ましたよね。ここからの上がりすごかったですね。そうです。さらに次局、岡田チューンをポンして転敗、すでに難はないんですが、この、深い順目で白が2枚残り、ここに太郎来ましたね。そうですね。ただこのリーチ判断が結果的には当たり牌はリーチしなければ止まったはずなんで、これですね、はい、太郎の読み通りサブローソーも山にはしっかり残っていたんですが、岡田の白を掴んでしまいました。ヤクヤク本一1万2000の上がりとなります。しかし、しかし、しかし、ここで火を吹いたのが魚谷です。まずはルミが仕掛けて転敗、イーマンパーピン、これ数万4万円がちょっと気持ち悪かったですね、はい。いい街ですよね。6万ターン、6球1で、はい、ここで魚谷転敗6球1、もう9万が目に見えてないので、リャンペイコのピンフが確定してました。闇点でルミからの打ち取り、ピンフリャンペイコドラドラ1万2000点の上がりとなりました。さあ次局が決定だったでしょうか。なんの2局、ここで岡田サブローソーのメンホンイペイコを白赤からシーソー引いて積もりスワンコ、これを何ですか、三面ちゃんで行けばよかったって言ってたんですね、うん。まあ、その手もあったっていうようなことでインタビューでですか、ちょっと後で岡田さんにもいやダメですそれはって言っておきます。まあこちらの自然ですね。いやこちらはいいですよ。トイトイさんこう本一白赤1万6000点の上がりとなりました。さあ何の3局では、箱下に沈んだ太郎が決死の仕掛け、9ピンポン、さらに急走もその後チーしてましたよね。そうですね。急走チーして、急走チー、ラウンワンチー、もう、はい、他の3社から見たらね、はい、この街しかないんじゃないかっていうところで天杯が入ったんですね、勝負で。そうなんです。ルミもこれ積もれば6000オールから8000オールの手ですからね、はい。さっきの太郎プロのリーチと似てますかね、サブロスソーで行った時とリーチ、それが家に止まらなかったっていう、はい。リーチしてなかったらね、気合で1回回るありましたからね。ただトップを狙えばリーチですよね。そうですね。ダブナンドラドラ掴んでしまったルミの宝珠となり、太郎が上がりますが、なんの4局は岡田の2600で第1試合ゲームセットとなりました。さあまずは、トンの1局、トンの2局は、北条の5200の上がりと流局を挟みまして、トンの2局1本場、先制リーチは秋、これ本一もあるんじゃないかという話でしたよね。そうですね、自分は本一向かって失敗しました。まあね、9ピン引いてますから、この後もっと大きい手になったかもしれませんが、ここは秋チュンでの上がり、リーチチュンドラドラ裏2枚の手の1万8000点の大物手です。さあ間2局挟みまして、トンの4局1本場、ドラ3走、先制リーチは園田、これがインタビューにあった話でしたね。そうですね、まあ、まあ、効率は、はい、まあ、カンパスを残し、はい、打点派はカンパスバラン勉強になります。ここで東条が関数マン追いつくんですが、この地位によって、はい、この4枚目の数マン園田掴んでしまうところが、そうです、ね、関数マンがどっかピューンと飛んでくんですよね。ピューンと食い流れてった先にいたのがカンリャンピン、リーチツモ赤裏裏の2004戦のつも上がり、この曲は園田にとって上下は大きかった。さらに次曲、園田が火を吹きます。何の一曲です。単品赤赤高め3色スッチピン、
大輔さんでもこれリーチ打っちゃう。私打っちゃうんですけど大きかったですね結果的に。このここは登場からの出上がり休めながら単品赤赤1万2000点の加点で秋を逆転します。しかしこのまま黙っていないのが秋です。登場の天杯そして秋の2983で何の2曲3本場、これも意志のあるイーマン先切りから、いやこれで決まったかと思ったんですけどね、はい、ビーチスも単葉ピンフドライチ4000は4300オールで再び秋がその名を逆転します。しかし終わりません2人の構想。今の2曲は白眼子ドラトイツの手に園田ドラのトーンをポンして攻めていきます。ちょっとこれ捨て牌のトーンがおとなしいというかドラの役牌でもないドラをポンしただけでしたからね。そうですね、ただ秋選手の仕上がりも良くてこのトイトイ3個を買ってたんですけれども、上がるかと思いましたけどね。そうでしたね、秋はスワンコのイーシャンテンからこの2枚目のイースをポンして追いつきます、はい、リャンソー9万このシャンポンなんと4枚山、ひょっとしたらこっちが上がって本当のダメ押しとなるところでしたが捕まってしまったのがこちら。難しい手ですよね、チーピン、ウーピン、ローソー全てあるところだったと思うんですけれども、はい、選んだったローソーが捕まってしまったと。このローソーが園田の上がり、ドラさん8000は9200の上がりで最後にわずかなののびを望みをつなげます。ランの3曲は渋川の先生リーチ、カンウーマン、この曲もいろいろ面白かったですね。そう、これは3人のね、あの秋プロ、あの東条プロ、渋川プロの手配進行が面白かったですね、はい、さあ東条ここでチーしてウーマンかチーピン、一回こらえたんですよね。そうなんです、しっかり場を見てウーマン飛べますが後でリャンマンパーマンと通って中筋になってしまい、より危険なウーソー、ここはウーマンリーチイーペーコー2600の上がりとなります。この曲も大きかったですね、あの秋プロがチーンズのインシャンテンで、はい、かなり受け入れ広かったんで。そうなんです。さあそして運命の難の4曲、先制リーチにたどり着いたのは園田、リャンウーピン待ち、これは一発かウー赤ウーピンか、裏ドラの上がりではなければ積もっても出ても全部ダメ。さあどうなると思ったらここで何本で親の渋川が攻め返す、これ当然ですね、一発は消えてこれでね天敗ですから、かなり秋もほっとしました。そうですね、選手のトップかと思ったんですが、なのにラストのウーピンは赤いウーピン劇的でしたね。リーチピンフドラ赤、裏ドラなしは秋もこの表情、わずか200点園田が逆転して今シーズン初トップ獲得となりました。それでは続きまして第2試合の得点推移をグラフでご覧いただいております。途中登場も競っての3人競りだったんですが、登場が脱落し秋と園田の激しいトップ争い、2点3点2点3点何の4局差し切った園田が逆転トップ。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また、この曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。